烈な歓迎じゃねえか。こっちは急いでるんだ。よっしゃ。早くあいつらを止めないと。ほっと。大丈夫だ。よはい。大丈夫だ。まだちゃん戦えるぞ。はっ。どりゃ。ってのに速攻でぶっ潰す。落ちたら。
ほっ。なんだろう、この操作盤。そんなの後だ。とりあえず先に敵を倒すぞ。コンテナが動きましたぞ。これで先に進めそうだな。また操作盤があるな。押してみるか。これでコンテナの上を進めるな。よっ、ほっ、よっ。こいつはどうだ。また外か。落ちないように進まないとな。大したことないぞ、こら。漂っているこれはアクアニウムの力か。とんでもないエネルギー。正しく使えれば素晴らしいものなのに。あばっ、よっ。ほっ、うりゃっ。じゃん、よっ、あばっ。よし、ピッチ上がり。ほっと。
ところまで敵が落ち着く暇なんてないか。気を抜くなよ。先に進めそうだな。戦車か。敵の攻撃も激しくなってきたし、あいつらに近づいてきてるんじゃないか。
じゃないか。これで一気に上まで上がれそうだな。今は手を貸せない。間違いなさそうだ。絶対に負けられない戦いだ。しっかり準備を整えよう。
ぞ。手を貸せない。
効いてますぞ。すまん、今は手を貸せない。効いている、そのまま攻めろ。ここまでたどり着くとはな。今さらビビってんのか。そう見えるか。いや、分かっているなら結構。ブレッド、やめとけアン。でもロゼッタとの約束が。こいつは覚悟を決めてる。止めたきゃぶっ飛ばすしかない。魔物が私を理解するか。いや、悪魔は人の心を読むのだったな。心なんか読まなくてもそれくらいわかるっての。大体お前の心は読めないし。何？私は心すらも失ったのか。もはや私に残されているのは我が祖国フォレストランドのみ。サンドランド、悪魔、脅威となる者は全て排除する。悪魔の王子、なぜ貴様が人間に手を貸す。父と姉の仇討ちか、それともかつての英雄に影響されて正義に目覚めた。気持ち悪いこと言うな。正義ごっこなんてお前らだけでやってろ。ごっこだと？大義もわからぬ小悪魔風情、信念もなく私の邪魔をするな。うるせえ。難しいこと言ったら偉いと思うなよ。それでは分かっても認めたいんだもんです。分かるわけないだろ。
数体ながら俊敏に動いてくるぞ。軌道を読んで冷静に対処すれば。武将負けん。かなり手強いですが、王子の名。発射タイミングを見計らってよけろ。レーザーを撃っている間、あいつは無防備ですぞ。うまくかわして一気に攻めましょう。もう後がないぞ。一撃が来そうだな。武将負けん。どうする。やるな。武将負けん。武将負けん。すまん、今は手を貸せない。やるな。負けん。もう限界だ。投降しろ。お前ごと。今ここで諦めろ。これまでの10年は何だったのだ。大切なものを見失うな。全てを失うぞ。私のように。からの信頼も投げ打った。全てはフォレストランドのため。今さらやめられるものか。あれ、飛びすぎだろ。かなり勢いが強い。急には止まれなさそうだな。あいつが飛び上がったらブーストでその場から離れるのよ。嬉しい。もう後はないぞ。国のため心を砕いてきた私が、最後は呪わしい悪魔に体まで砕かれるとは。いや、全てをなくした私には似合いの最後。まだそんなこと言ってる。私たちがここへ来られたのはどうしてだと思う？ロゼッタが飛行機の場所を教えてくれたからだよ。軍事機密を敵に漏らすとは。ロゼッタは最後までためらってた。でもあんたを止めるためならって。わかる？全部お父さんのためだったの。しかしあれはガラムの手法に立ちはだかり敵軍を守ったのだぞ。それを裏切りと言わず、なんと。
守りたかったのはお前さんの心だったんじゃないか。砕けていく父親の心をつなぎ合わせようと懸命だった。ロゼッタが？私の勝手な想像だがな、人の心など正しく理解できはしない。できるとしたら悪魔くらいだろう。きっとロゼッタは話したいことがたくさんあると思う。今さらどの面下げてという話だがな。父親面してあげなよ。王子もお父上と話したくなりましたかな。うるさいな。さっさとクソ天使をぶっ飛ばしに行くぞ。ムニエルはこの先の司令室にいる。いいのかよ教えて。裏切りってやつじゃないのか。やってみたくなったのだ私も。よもや悪魔が咎めはしまい。見ろ。神がお作りになった世界はこんなにも美しい。なのに人間と来たらどうだ。醜い悪魔にたぶらかされてどんどん堕落していく。そんな人間たちを正しく導き悪魔を駆除することこそが天使の。このまだ喋ってる途中でる。いやつまんないこと言って油断してるから。まったく。これだから悪魔は。サタンのやつもそうだった。人の話を聞かず問答無用で私の美しい羽をもぎ取って。ほんと忌々しい似た者親子だよお前たちは。知るかよ。もういいからさっさとかかってこい。俺と喧嘩したいんだろ。だったら素手で相手してやる。どっちが強いか殴り合いで決めようぜ。生意気な。って。
神の御心に従ってお前たちを成敗してやる。成敗されるのはお前の方だ。覚悟しろよ。さっさと展開に帰れ、クソ天使。うりゃほい。あクソクソクソ、なんで私が悪魔ランクに。もうやめとけ。おとなしく封印の壺を渡して展開に帰るなら許してやる。許すだと、この私を。けどこのままでは、なんとか、もっと力を。悔しいけど、ベルゼブブ、お前は強い。でも…私の方が、もっと強い。アクアニウムエネルギーがどんどんダウンしていきます。アクアニウム炉の故障か、わかりません。このままではガラムが制御不能に。こちらもメカを使うんだ。意地だけで勝てる相手じゃない。任せてくれ。悪魔に避けられるのか。
ちょっときつそうだ。何ですか、弱気になっておられるのですか。なわけねえだろ。
出るぜ。悪魔なんて所詮この程度。これが本当に正しい行いだと思っているのか。当然だ。神は絶対の存在、神の差である私も同じ。つまり私の行いは絶対的に正しい。その独善こそが真の悪、いや悪と言うべきかな。やれやれ、愚かな人間には理解できないようだ。やはりこのムニエルが導かねば。クソ天使。覚悟はいいか。まだ天使か、悪魔より悪だなんて許されるとは。お ている場合じゃないぞベルゼ、ガラムが上昇を始めている。どうすんだよ。管制室よ、船の制御を取り戻すの。よし、そちらは任せる。私はシーフと脱出方法を探す。速やかに体幹を。私は間違っていたのだろうか。どうかしら。私はひどい間違いだったと思うけど。ダメじゃ。もうそこら中がぶっ壊れておる。上昇の速度が上がった。ダメだ。全くコントロールできない。すぐにでもアクアニウムは爆発しそうだぞ。やむを得ん。みんな脱出だ。司令室の後方の部屋に脱出ポットがある。お待ちしておりました、ブレッド大将軍。で、そいつらは。この者たちも脱出ポットに乗せてやってくれ。はっ。あ、いや、しかし、ポットは5人乗りですが。あ、6人おりますが。詰めればみんな乗れるんじゃない。しかし、6人乗せると安全の保証だ。ただでさえ、その…いいよ、俺が残る。悪魔の俺ならなんとかなる。そういうわけにはいかん。残るなら私だろう。すべて私の罪から始まったことだ。
ごちゃごちゃ言ってないで乗れ。ベルゼ。なんだよその顔。悪魔のこと信じてんだろ。この世の誰よりもな。さてと、めんどくせえけどクソ天使も助けてやるか。さすがにボロボロだ、うまく歩けねえや。まだ伸びてやがる。ほら立てよ。くそ、まだうまく力が入らねえ。手を貸そうか。お前たち、なんで。ここまで一緒に来て最後にバラバラというのはな。そういうこと。それはいいけど、どうやって地上に降りるんだ。ベルゼならみんなを連れて飛べるんでしょ。飛べるわけないだろ。え、悪魔でしょ、飛べないの。お前だって半分悪魔だろ。じゃあどうするの。どうするって。あ、ラッキー、いいのがあったぜ。おお、そいつは。こいつはピッチ陣にもらったウキウキタブレットだ。さあみんな急いで手を出せ。こいつを舐めると10秒だけふわふわ浮くことができる。ここから飛び降りてギリギリ地上に近づいたら舐めるんだ。しかしそんなにうまくいくものか。このまま宇宙まで行って爆発して死ぬよりマシだろ。じゃあ私から行くわ。ここに来て神頼みか。やむをえん。ほらシーフも。いや、わしは。さっさとしろ。ひえ。あ、先に落としちゃったらクソ天使どうするんだよ。よっこいしょっと。
ウキウキタブレットが一つしかない。 やばい、どうする？って言っても気を失ってちゃ食えねえか。だったら俺が食ってなんとかするしかないよな。いや、運よく岩に当たって割れたようだ。じゃあ父上が俺が落っこちるのを助けて。それは私よ。姉ちゃん。姉上でしょ。あ、みんなだ。王子、ちっとも落ちてこないんで心配しましたぞ。お前たちよくあのタブレットで助かったな。あれは失敗ですよ。タイミングが難しすぎました。みんなビビって高いところで舐めてしまい、再び落ち始めたところ不思議な力に助けてもらったんですよ。どうやらあのお二人に助けていただいたようだな。ああ、俺もだ。お母様だよね。どうしてムニエルにやられちゃったって。封印の壺は2つあったのよ。出なければ私が二級天使ごときに遅れを取るはずがないでしょ。そうだったんだ。アン、大きくなって。お父様は大丈夫、元気だよ。よかった。リリス、お前の子か。はい。はじめまして、おじい様。アンと申します。おじい様？ふざけるな。二度とそう呼ぶんじゃない。俺は大魔王サタンだ。はい。リリス王妃、アン王女。10年前は本当に申し訳ありませんでした。悪魔を誤解し、とんでもない暴挙に出てしまいました。あなたが謝るべきは私ではないわ。もっと多くの者たちでしょ。おっしゃる通りです。処罰は謝罪を終えたその後に、懲役でも処刑でも受け入れる覚悟です。フォレストランドなど俺が5秒で跡形もなく消してやる。え？冗談ですよ。これからは軍の増強ではなく、平和のために励んでください。ありがとうございます。平和か、気持ちの悪い言葉だ。あのサタン様、あの天使どうしましょうか。うん、大天使に迎えに来るよう伝えておく。しっかり反省することになるだろう。へへ、ざまあみろ。おい、雨だ、雨だぞ。なんとアクアニウムの効果だ。30年前のピッチ人たちの善意の水がやっと。ところでお前、名は何と言ったかな。お
私ですか。ラオと申します。ラオか。今回はベルゼブブやシーフを率いてよくやってくれた。大した人間だ。魔物の里に住むことを許可してやってもいいぞ。あ、いえ、ありがたく存じますが、私はこれまで通りで。そうか、つつましいやつだな。気に入った。宝箱を1個くれてやろう。え、父上、俺もゲーム1日2時間やってもいいですか。調子に乗るんじゃない。それより空を飛ぶ練習をしたらどうだ。はい。
サンドランドに数十年ぶりの雨が降ってから時は流れ、フォレストランドではジャムの国王復帰が発表された。サンドランドとフォレストランドは正式に平和条約を締結、国交を正常化し、長い争いに終止符を打った。ブレッドとロゼッタはジャムの計らいで人と魔物の橋渡し役を任じられた。天界に送り返されたムンエル、ひどいです、神様。宝物小掃除一千年の罰なんて。一方、ベルゼブブたちは、走るな、これ王子、そろそろわしにも変わってくださいよ。バカ、危ないだろ。相変わらずだね、あんたたち。あんじゃないか。お前、こんなとこで何してんだ。旅してるの。自由に行き来できるようになったからね。世界中を回ってメカニックとしての腕を磨くつもり。あんたたちは？おっさんに付き合ってピッチ陣にプレゼントを届けに行くとこだ。そうなんだ、楽しそうね。ところで、そのメカはどうしたの？ラオのおっさんが父上からもらったんだ。新品ですごいんだぜ。じゃなくて、大丈夫なのって。何が？なんか変な匂いがする。王子、メカが煙を吹いてます。あー、シーフのせいだぞ。なんでですか。ああ、やっぱり私がいなきゃダメなんだから。ほら、止まって、修理してあげる。あっちゃ、これダメだね。スピノ町のガレージじゃなきゃ直せない。じゃあスピノ町に行こうぜ。ま、しょうがないか。旅はいいのか。うん、急ぐ旅でもないから。それにあんたたちといた方がメカニックの腕が磨かれそうだしね。よし、決まりだ。出発進行。